どうもこんにちは、ロゼラゴルです。まあコーラといえば最近コカ・コーラのオレンジ味っていうやつですごい激レアらしいんですよ。まあ密かに発売していたっていう話ですごい激レア なものなんですけど、それより激レアなコーラ、まあそちらのまずは今回は2本のコーラを紹介したいと思うんですけれども、まずは今話題のオレンジコーラ、これよりもレアなコーラがありました。こちら低カロリーのコーラです。こちらはオレンジコーラですね。見た目からしてちょっと嫌な感じです。でこっちは低カロリー希少糖入りコーラ、食物繊維を配合してるんです。そうね。じゃあこの2つのコーラ飲みたいと思います。美味しいかな。まずはコカコーラの方、コップに注いでいきたいと思います。お、じゃあこちらのコップに注ぎたいと思います。色はね普通だと思うんだよね。動画で伝わらないと思うけど冷気がすごいです。あ、でもちょっと麦茶っぽい、透き通ってる感じかな。ほら透き通ってる感じわかるよね。わかりやすいのはミニフィギュアとか黒いのが見えます。じゃあ飲みたいと思います。いただきます。あー、そのまんまだ。なんかね、炭酸のオレンジ、オランジーナ、6オランジーナ4コーラみたいな、オレンジの方が強いですね。炭酸のオレンジジュースね。オランジーナってみんなわかるかな。あ、結構美味しいかもしれないこれ。うん、結構美味しい。意外にうまいです。つや希少糖入りのコーラ、低カロリー。お、さっきより炭酸が強いっぽい。色はあれ、お、全然透き通ってない。じゃあいただきます。おお、希少糖入りコーラはこっちのコカ・コーラオレンジほどは炭酸が強くなくて、で炭酸が苦手な人は結構飲める方だと思います。うん、薄いコーラです。ただの、あ、これとこれ、あ、もうそもそも味が違うんで比べ物にならないんですけど、ちょっと美味しい。うん、美味しい美味しい。ごちそうさまでした。ではまず次にコカ・コーラオレンジと低カロリー希少糖入りコーラの色をまあ比べていきたいと思います。こちらがコカ・コーラオレンジ、カエルの方がコカ・コーラオレンジですね。でこちらの黄色いクマさんの方が希少糖入りコーラです。どうでしょうか。意外と違いが分からんな。意外とこっちはね、ちょっとガラスのこっち側にちょっと泡がくっついちゃってるんで処分しますね。処分っていうか取ります。取ってちょっと分かりやすくします。はい、ちょっと分かりやすくなったかな。じゃあちょっとズームします。ほい、おどん、ペットボトルのっけると一気に濃さが違います。こっち希少糖でこっちはオレンジ、こんなに違います。透き通ってますね。こっち透き通ってる、こっち濃い。味はこっちの方が薄いんだけど、こ
見た目はこっちの方が薄いとっていう感じですね、うん、でもパッと見遠くから見てもすごい違います。もうこっちほぼエオルス洗わないと思うけど、めっちゃ麦茶みたいなんですよ。でも麦茶と比較してみようか。比較見てません。せーの、あーこっち麦茶なんです。でこっちがオレンジコーラ。意外と違うかもしれない。透き通りすぎだねこっち。でも確か麦茶ってこういう感じの色してたよな。そうだ、コップに移していない麦茶です。同じです。でこっちが希少と、お、全然違いますね。こっちとほぼ同じです。おー、だこれこの中、この瓶の中入れちゃえば麦茶に見間違えられるか。うん、惜しい惜しいっていうか、もちろんなんだけど。じゃあこれにしましょう。では今回はコカ・コーラ、オレンジコーラと低カロリー希少糖入りコーラの2つをレビューして比較してみたの動画でした。皆さんもぜひぜひこちら、こっちはね結構売ってないと思うんだけど、こっちだったらもしかしたらコンビニとかスーパー行けばパッと手に入ると思うんで、皆さんもこちらもし見つけたら買ってみてください。でこっちは多分結構買えると思います。皆さんもぜひ買ってみてください。ではバイバーイ。じゃんけんチョキ、またチョキか、じゃんけんチョキ、またチョキかとか言ってチョキを出さないかどうと思った人は、うんうん、負け。ちなみにドッキングしてみました。いただきます。オレンジコーラ、希少糖入りコーラよりももっと美味しくなりました。試してみてね。